交差がすごい、交差が横っちょの交差がすごい、リッチして、あーリッチじゃないです、すいませんすいませんすいません、あーここ最悪の土地だ、引っ越せお前ら、足りん、どんだけほうきがあってもこれは救い取れない、壁作るよここも、あのジブリータに文句言ってくれ、行くぞお前ら、申請しに行くぞ、壁の申請、俺絶対作った方がいいわ、わしがこの町を変える市長になるぞー、なんか砂ぼこりえぐらい、ちょっとここのほんとかここもうお前ら子供もう大丈夫か、もう目に入っちまう、ゴーグルしよう、ゴーグル、お前だからあそこにフルフェイス売ってたのかよ、ちょっとフルフェイスに着替える、なんだこの最低の土地は、全く人が住むのに適してない、これで完璧だ、どんな砂が吹いてこようか私はもう絶対に負けない、お前たちも見るといい、これだ今後の防御策は、これだ迎合と対策をつかむんだ、半袖を着るな、肌に染み込んで痛い、これは多分で砂以外にもいろいろ入ってるって、これ石変人とかがいるんだから、なんか粉末、石の粉末が、うわ見えて見えて見えて、砂ぼこりよりもほら見てくれ、 PM2.5 じゃないかこれ、やってらんねえこんな街潰す、ジムリーダーが悪いんだこれ、あいつにきちんとした経済の他にもな、扶助とか相互扶助をな教え込んで、この街を変えさせる、マジで自分だけお高いとこ積み上がって、これ私はここの市民を全員救う、そのための大いなる一歩だ、ちょっとチームメンバーを変えます、頼む、連れてこうかな、レベルさそんなないと思うんだよな、35くらいだと思うんだよ今回のジム、ニャオハカワイハルドナックル98アルファードクレシムコークできまーす、この街をわしが変える、絶対にこんな暴挙は許さない、この政治を崩す、うわー遅刻遅刻、てめえ主悪の根源だこいつが、え、八百屋、違う魚屋、廃台、絶対そうだ、忘れ物あるのになってないぞ、この町はジムへの挑戦者さんですよ、さよう、またスネープ先生出てきた、先ほどの大きなおじさん、大きなおじさん、カラフジムリーダー廃台、沖縄の方ですか、廃材ね、彼ったらちょっぴりお茶目で市場に市場に買い出しに行くのに財布を忘れちゃったです、やっぱおろしに行くのか、きっと廃台さん困ってる、親切な挑戦者、財布を届けてきませんか、いいよ、キャッシュレス決済、ついでにペイペイの使い方も教えてやる、わしがなんて優しいの、今ここで順番上げちゃいたいぐらい、いやふー、この街最高、それではこちらお願いしますね、廃台の財布、よーし、コンパン、え、こう水のジムリーダー、え、じゃないの、これ危ない、ニャオハさん特別に届けてくれたらジムテストクリアしますので、マリナードタウン、あー飛べるなー、飛んじゃおうかな、はい、そうです、飛びまーす、どこだよマリナードタウン、こうだ、あ、いいんだ、あ、本当に飛んでいいんだこれあ、別にさすがにこちらの体裁とかいろいろあるしみたいな選択肢出るのかと思ったらまんま飛べたよ、容赦ね、本当にチャンピオンになりてんだこいつは、仕方受け止める、そのここの木、確かに戦うとこなかったな、いや、なかったっけ、1階のとこにさっきの町、やっぱおろしに来てんな、こんにちは、先ほどのペイペイっていうのはですね、まずアプリというものをダウンロードしていただいて、うお、ないないんだい、あ、大波小波が顔面に吸着、配布が、配布駆除、このままでは目玉商品が誰かに買われちゃうの、ほろり剣、ほろり、大将落ち着いてください、あ、大将落ち着いてください、すぐ人っ走り探してきますから、慕われているね、付け払いもできないくせに、おっとどうした、ハイダイの大将に何か言うならただいま取り込み中、親がいないとすごい元気、邪魔するなら誰であろうと一番弟子の足が許さんが、それでも忙しい足らに悩まじられてるね、あれ享受する、聞き分けのない子供は、はい、え、戦ってんじゃねえか、何がジムテストクリアだ、うん、
外国人気質クローゼル、うえーい、大パーイ。何レベルよ。やばい、28だ。悪夢が繰り返さなぁ。何も面白くないこれ。リョーマさんが種爆弾撃ってワンパンする映像。もう見た見た、アンパンマンみたいにこれを鉄板にすることはできない。組み込めないって。バトルの真髄何も楽しめてない。あーなら頼む、連れてきた方がいいなこれ。ちょっとアルファードと頼む変えとこうかな、さすがにな。あー何回もやってるわしも、相手の体力ゆっくり削られていくのを見て規制上げるだけの。しかしありがとうございました、そういう感謝が大事。ハイダイの対処すんません。いや私もなんかすいません、罪悪感はある。でもなんて言えばいいかわかんない。いらっしゃい、騒がしいがどうしたの。にゃおはがー、ハイダイの対処、実はこの子供が懸賞金かけられたっておかしくねえぞ、こんなおはは。あれ軸が歪んだ。財布ポケット、おうわぁ、おいらの財布代。何、ジムの受付に言われた時に来てくれたのかい。そいつは助かった。あーいえ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 、若いし、若いしゅうじゃないんだ。ハムラとマサトシと同じ言い方しないんだ。マリナードの名物のセリーでどうしても欲しい商品があってな、二人とも気が立っとんたんだい。ドタイ、さあ寄っといて見ておいで、本日ラストの商品。わーい、人かなー。本日の目玉はこちら。今日うるさいわマジで。面白くないしうるさいし公害だ。伝説のワカメ、あーうおー、サウスマグル栄養一人で弾力まばゆくてるあの巣や、そして音は知る新鮮で芳醇ないその香り、磯野くん、花輪さん、花園さん、花は、はに、はにわさん、え、やばい今の絶対にカットで。はい大丈夫でーす。セリって、セリとは商品を買うためにお魚のお客さんと競うこと。はあ、軍資金の小遣い50万。あ5万だ、うちの所持金より多い。3人で競るんだ、あんま聞いたことない。何番何番とかやんじゃないのこれ、3人じゃん。あ、左、右、真ん中でいけるじゃん、こんな。競りっていうのこれ。1万円。1万5000。おい、ふざけんじゃない、お前ら！見栄を張るな！様子見る。いくぞー。あれー。数秒で終わった。誰も競ってくれなかった。あー、全然。4万、5万みたいなのない。全く外、あんなんじゃ外国人寄りつかないぞ。観光客が。なんて年しなだ。後ろ髪引かれるところだったわい。あー、ツッコミ待ちかなー、これ言おうかなー。引かれる髪がないだろうってみんな言うんだろうな、他の人は。っていうね。他のセリで好きに使ってくれて構わんぞ。セリやっとるんか、そもそも。勝負用意して待っとるからな。ありがとうございます、やったー、1万5000円もらったぞー。ここのジムテストが一番良心的だったな、金ももらえたし。すくすく育つわー。マジでこれ殴るだけになっちゃうな。ナックル出してちょうどいいくらいかな。今回はマジでちょっとポポポコ出てるね。こポポコー、ついにオリジナルソングまで。オリジナルソングじゃないけど、著作権に違反してる。このポポッコは悪質なことしかしねえ。だからタービーパーから外したんだ、お前を謹慎期間に送り込むために。期間の期間ってそっちの期間じゃないですよ。今日は調子いいぞー。マジで最悪だ今日。あー服を押せつけようか。あーやべやべやべ、誰ー来
した。え、聞いたことある人じゃないこれ、正面にいる人。ちょっと、おい、目もくれずに、おい、駆けつけろよ、目の前の人にこれ。近々、奥の奥のこれ。来た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 見たことあるツイッターで、うわー死ながーいへえ、自分、強さえぐいらしいやん。誰まあ、知ってんだけど。自分大物やな。で、大阪弁の人なんだ。彼女のあっちに。女の子なんですよね。噂には聞いてまーす。本当にすごいこの人。見たことない。わー、いや、リトルグリーンメンにもなる、それは。ビギンさんやけど、うひょーいいねポケモンカード行動するわ。行動しちゃうぐらい。なんで噛むんだよ。いや、緊張してる。美人さん前にして緊張してる自分も。ゴルダックそっちに意識を向けよう。少しふざけた女性ですが、小生と同じく四天王なんですよ。ふざけていけ。天然なの？なんなのこの人？小悪魔なの？それにしても、ふん。自分パッと見た感じなかなか面白そうだよな。はは、緊張で。緊張と寝起きで。我らがアカデミーの優秀な生徒でありますからね。やべえ、ニャワのこと言ってないよ。言ってないのかよ。私。やべえ、無駄にハードル上がってる。やることといえばニャワで種マシンガンぶっつけるだけの作業。武力行使なんですけど。ジム巡るの半分超えてからがきついね。確かに波のトレーナーは大半がこの辺り脱落します。最初の3匹育てすぎてだろこれ。わしももうやめそうだ。でも自分は違うやろ。ギグーやめそうだって普通に。だって本当に音量メーター怖いわ。これ大声出すぎてるわ。あーどうしようかな。あーチャンピオンテストで待っとる境、残りのジムもせいぜい決まりや。あー肩ぶつけてくれ。分を祈っております。浅草さんもありがとうね。来てもらって。誰かわかんないと思うけど、そういえば自分フェルメット。最後の最後までいいとこなしだった。くそー、チリちゃんの第一印象ヘルメットかよ。ファーストコンタクト最悪すぎ、こんなヘルメットつけてんじゃなかった。お化粧すればよかった、今日のために。あー、エステも行ったのにな。ここで出るって上がってたら。だってなんか面接がどうのこうのとか言ってたからさ、そういう期間に行くまでは会わないのかと思ってたのもしあって。わあ、ずっとちいちゃんこのヘルメットに反射した自分の顔見てたんかな。分からへんなー、こいつどんな顔してるかは何も分からへんわー。どないやねんってなってた。知らねー、知らねー、知らねえ。ちょっと本当に音量バランスやばいかもしんない。こんな大声出す想定でこっちもマイク設定。